ルートビヒ・ビルヘルム・カール・フリードリヒ・ベルトルト・フォン・バーデンは、ドイツの旧諸公バーデン大公家の一員。バーデン大公フリードリヒ一世とその妻で、ドイツ皇帝ビルヘルム一世の娘である、プロイセン王女、ルイーゼの間の、第三子、次男として生まれた。兄フリードリヒ二世が、バーデン大公家の家督を継ぎ、姉のビクトリアは、スウェーデン王グスタフ五世の日となった。 地元のハイデルベルク大学で学び、スエビアハイデルベルク学生団の一員となった。大学を出た後、軍務を始めて、すぐに死去した。公式発表では肺炎により死亡したとされたが、本当の死因は血統であったと言われている。意外は、カールスルーへの対抗カ霊廟病に葬られ、墓石の彫像は彫刻家、ヘルマン・ホルツによって制作された。ウルフ。 エルンスト・ヒューゴ・エミール・グラフ,フ・ホン・バウ・ジッシン、オース・マイナー・ディーン・シャ・ツァイト、デジタリ・サット・ハット、ベシュレイ・バーング・デア・グリフト。ありがとうございます。